皆さんこんにちは、ブロガーの岡迫です。セミナーをやるにあたって注意をしていただきたいのが、プロジェクターを置く台があるのかどうかということです。会議室にですね、このようなですね、プロジェクターを置く台がありますと、机を一つ潰さなくて済むんですね。なので、これがあれば席を、ね、普通にあの椅子がある分、机の分を全部使えるんですけど、もしこういう台がないとですね、結局これを一つテーブルを潰しておかなくちゃいけない。例えばね、こういうふうにして、置かなくてはならないということになると、そうするとこの机分が一つなくなっちゃうわけですよ。ね、そうするとこの机に座れる人が減ってしまうということになるので、いわゆるですね、会議室にこういう机に置かなくちゃいけないのか、それともこういうプロジェクター専用の台があるのかによってですね、座れる人数が変わってくるというのを覚えていただけるといいんじゃないかと思います。